ノースアメリカン王十七、国立アメリカ空軍博物館の王十七 b ノースアメリカン王十七は、アメリカ陸軍航空隊で使用された単用、引き込み式降着装置と三枚プロペラを持つ観測機である。九百四十一年の軍事演習時の、赤軍所属の王十七 b マイナス四十七は、トーマスモース王十九や、 ダグラス三3 8といった複用観測機を代替する目的で開発された。本機はそれ以前のほとんどの観測機よりも大型で、重く、長いキャノピーの下で3名の搭乗員が、タンデムに座った。主翼で遮られる下方への視界や、写真撮影は、深い胴体下部の窓により解消されていた。試作機 X、XO-47 は、もともと、 ノースアメリカン社の子会社であるジェネラルアビエーション社によりがマイナス -15 として設計された。陸軍航空隊は1937年から1938年にかけて174機の O-47 を発注し、そのうち93機は周辺部隊に配備された。1938年に 陸軍は、冷却性能を向上させた改良型エンジン、カウリングやより高出力のエンジン、改良型通信機を装備した、o、O-47B を74機発注した。1941年に行われた軍事演習により、O-47 の欠点が表面化した。地上兵力との共同作戦においてはより小型の航空機が有用である一方で、偵察や、 写真撮影といった任務では、戦闘機や総発爆撃機がより高い能力を有していることが分かった。そのため、第二次世界大戦中は日本軍の攻撃により国外の基地で露飾された以外では、O-47 は標的栄光、沿岸紹介、対戦紹介といった任務へ回された。ユナイテッド・ステーツ・ミリタリー・エアクラフト・シンス r a 九。1909ありがとうございます。